いやお前さん、亀さん、はい、こんばんは。こんばんは。もうすっかり夜になりまして、はい、相変わらず細かい雨が降ったり止んだりという、ね、感じのお天気ですね。それをお伝えしようと思いました。微妙に雨粒がついてますね、はい、そうなんですよ。まあ傘さすほどのね、うん、雨ではないんでしょうけども、うん、まあ、グリーンスタジアムのね、はい、話を最近よくすることあるんですが、いやいや、いい、まあ、そこはね、はい、花火があって、うん、1991年からね、はい、オリックスは、オリックスブルーウェーブの本拠地という形で使わせてもらってたんですが、うん、まあ、その前にもともと総合運動公園というのは神戸のユニバーシアード、神戸大会に向けて作られた、うんうんうん、あの辺の丘陵地ですね、神戸市須磨区の山沿いの、はい、あそこを、切り開きまして、うん、で総合運動公園作った、うん、という、まあ、そういうところでしょ、はい。で何にもなかった。いや周りに僕ね、本当それ今、うん、僕が知ってるのはもうグリーンスタジアムができて96年やったんで、うん、ほぼほぼ今のグリーンスタジアム関係やったんですけど、はい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 、そのねグリーンスタジアムを作ってる時の写真をね去年見せてもらったんですよ。1980年代の後半ですわね。そうなんです、はい、その写真見たらね、うん、本当に何もなかったです。家もないし何もないやろ、球場もないし公園もないしね、何もなかったです。まあね、びっくりしました。だからそういうところに建てたんですよね、はい、うん。でまあ、実はあの辺の山開発して、まあ、清新中央とか、はい、それこそ妙谷とか、うん、あの辺のニュータウンを山を切り開いてね、うんうん、土をね、はい、取って、はい、その土でポートアイランドとかロックアイランドなんか埋め立てたんや。なるほど、はい、そうなんですか。そうなんです。あの辺の土やったんですか。だから神戸って上手なんですよね。ほんまですね。あの土取り、土を取るとか言って、あれ結構土を買えば高いんですけど、はいはい、開発、うん、山の開発、うん、そこで出た土を埋め立てに使っていた、うん、そう、自分の市に作っていく。神戸市は上手やったんですね。であんなどん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 奥に宅地を作って、うんうん、神戸市が開発していったくせに、うん、そこに通す道は有料ってどういうことやと思えへん。お前ですね、確かにそう聞いた。そうですね、そうやろ。皆さんここの家を作りましたんで、どんどんここに家建てて、宅地作りましたんで、家を建てて、でいろんな工業団地も持ってきてくださいね、どうぞどうぞって言いながら、そこに向かう道有料ってどういうことやねん。それも神戸市道路公社ってようできてるよな。ちゃんとした市のやつなんですね。そうやね、さすがやな。ねえ、お前ですね。でまあね、はいはいはい、そんな話があって何にもなかったよ、うん。だからあんまり何もなかった。花火なんかでもどこからあげてもよかったよ。ああ、何にもないから。当時は。当時は。今はなんか三塁側の山からあげてますけど。あげてますわな、ね。当時はもうちょうどセンターのバックスクリーンの後ろ側。あ、そうやったかもしれない。今のグリーンアリーナとかあるやろ。ありますあります。あの辺からあげてたんです。そうなんや。当時なかったから、グリーンアリーナなかったですか。なかった。あれは一番新しいね。なるほど。の付け足しのような。そうなんですね。うん、設備なんですね。立派な体育館なんですよね。うん、立派ですよ。で、その辺から上げていたんですね。なるほど。で、まあ、周りにも何にもないから、うん、行った当初はね、はい、別にまあ、保安距離とかでもそんな気にせずに、うんうん、しかもまあ、騒音であったりね、うん、音もするやん、うんうん、で下手したら花火カスも飛んでいくやん。危ないですよね、山の中で。そういうのもあって、はい、ただまあ、何も周りなかったから、はい、ちゃんとそこは、はい、水をちゃんと撒いて、ゴミをちゃんと拾ってってよかったんだけども、うんうん、後に宅地があそこにね、周りにどん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 造成されていって、家が建つようになった、うん。僕もその家住みたかったんですよ。そうや、住みたいことだな。はい、ところがそうなってくると、花火が打ち上げられへんなって。そうですよね、自分の家の横から花火上げられたらちょっと嫌ですね。そうやろ、だからそれ苦肉の策で今のところに行ったんや。あ、そうかそうか、 うん、あそこやったら公園の敷地内やから、敷地内でありながら、まあ、お家の方からちょっと外れてくるんでね。あ、そう、ただまあ、新幹線の線路が近かったり、市営地下鉄の線路が近かったりということで、うんうん、その辺の安全はちゃんとしてくださいよという、よりね、厳しい安全性が求められていたわけなんですが、なるほど。ただまあ、家が建ってくるでしょ、はい。まあ、こっちは先にまあいろいろやってたのに、後から家が建ってるということは、でもそれは言われへんのでね、やっぱり、うん、やっぱりその住民の方に配慮しないといけない、うん、花火はあげる、今年は年間こんだけ花火、うん、その自治会長のところに行くんですよ。自治会長のところに行かれるんですか。結構大変やな。その今年はこんだけ花火あげる予定していますんで、はい、一つよろしくお願いしますとかね、
言うんです、はい、あのぜひお家から花火を楽しんでくださいまあそんなこと言いながら、はい、ちょっとあの招待券も添えて、うんうん、でそれを、まあ、あの自治会長のとこであったりとか、はい、あるいはあの個人的に、うん一軒一軒回ったりしてたんですよ、はい、そんな仕事もあったんですか、まあ、やってました何でもやりましたよ、ね、本当にだから、はい、そんなんであのこの間ね、はいまあ、最近はだからもう、うん、あの球場が、うん、あの球場使うのが少なくなってきたでしょ、はい、だから静かな環境にあの辺の住んでらっしゃる方も慣れてきたわけですよ。ああ野球がない環境の方が多いですもんね。だたまにやっぱり行くと、はいまああのうるさいとかね、そういう声も起きかねないので、やっぱりすごい球団も気にしててね。この前例えばあの、選手の応援歌ヒッティングマーチをこうかけるやん、はいはいはい、あれもちゃんと近隣の前もってね、はい、迷惑にならへんであろう音を あらかじめリハーサルみたいなで音を出してみて、はい、これやったら大丈夫というレベルで流しとったんや。そこまでやってはったんですね。まあ、今そこまでしないと今はねもう今大変なのよ。なるほどな、うんまあ、でもそれがちゃんとせんとね、うん、だからこの前はそれでちょっと聞こえあのドームよりも聞こえづらかったみたいな声もあったんだけども、うん、あれがギリギリな。そうかそうか、なるほど、うん、ちゃんとあれはあの音響さんが、もう上げすぎ下げすぎとかじゃなくて、うん、あの近隣の騒音とか迷惑を考えた場合に、うん、あれがマックスの音量やったということを、うん皆さんご了解いただければと。だから神戸君がねちょっとこの前言ってたんで、はい、あの辺の近くに住みたかったと。住みたかったんですよ僕は、毎日見に行きたかったんですよ。そうそうそういう風にね言ってたんだけども、はいまあ、あのそこにいっぱい住まれてる方のために球団もやっぱり最大の配慮そうかしてるということで、どうかご理解いただければと思っております。みんなが僕じゃないですもんね。そうや、僕やったらもうどうぞどうぞお願いしますっていう。チケットもらえたらありがとうございます、ありがとうございます、もう行きます行きますって言って、家から自分のベランダとか部屋から花火見えたらめっちゃ嬉しいよ。めっちゃそれがしたかったんですよほんまに小学生の僕は。そうやな、そう思うよな。それがしたかったんです、うんうん、歓声が聞こえてきてねベランダから、うん、いいよねなんかね、めっちゃいいやんと思って、うん、そう、まあ、ファンなら野球ファンならそう思う。いや思いました。皆さんが野球ファンではないんで。そうです、そうですね、はい、そこまで考えれば、まあ、でもそうやってねあの住民の方々のご理解とご協力があって初めてできる、ね、あの神戸のイベントであるということでございます、うん、でも今でもそうやってご協力いただけて本当嬉しいですね。まあ本当ありがたいですね、うん、はい。まあでもそこはね球団としても最大の配慮を、うん、配りながらと、うん、気配りをしながらということをやっておりますんで、うん、それどうかよろしくお願いします、はい、お互いうまくいけばいいですね。そういうことです、うん、でもなんかまあ、もちろんね野球ファンだけじゃないんだけども、はい、なんか自分の町にプロ野球チームの球場があるってちょっと誇らしくない？いや誇らしいで、だってなあ、ほんま思いますねえ、はい、だってね全国に何都市あるんかも知らないけど、そういうね、野球見たくても年に1回、年に1回、そうなんですよ、ね、あの年に1回も鳥取から見に来るんですよ、高速飛ばして。その日が雨やったら困るんですっていうのもあるやんか。あるある、ほんまにそうですよ、うん、で僕らは日常的なあのところで野球がすぐそばにあるけれども、うん、ひょっとしたら今日この来てる子供さんは遠くから来てて、うん、もう二度とここで野球見ることないかもしれないっていう子もいるかもしれない、うん、いや本当に絶対いますよ。そんなそうやろ、だからそういう子たちのためにもやっぱり野球場って面白かったなと思えるようになんか帰ってもらいたいやん、うんうん、いや本当に本当にそうなんです、ね、たまにやで、今はもう最近心の中でないけども、うん、修学旅行の生徒たちが来てくれるやんか。来てくれてました ね前までは ね、そうやろ、はい、だけどあれでも言ってみたら野球好きな子はまあまあ嬉しいけど、うん、知らん子はね、全然野球に興味ない女の子とかこんなドームとかあの神戸に来て何がおもろいねってところ思うけど、でもそんな子でも来てみたら あの花火が綺麗だったとか、うん、あのマスコットが可愛かったとかって、うんうんうん、そういうなんか思って帰ってもらったら嬉しいやん。そうそう、だから僕がやってた1年目とかはあのビジョンで一人一人抜いてましたもんね、一個一個ね、そうそう、どこどこ中学校ですとか言って、ね、そういうのちゃんとやってね、どこどこ中学校の皆さんとかってやってたりとか、そうそうそう、ああいうのでちょっとでも野球が身近に感じてもらえたり、うん、ああそういえば何年も行ってたけど昔修学旅行で、神戸や大阪行ったなと思ってもらえたらね。そうだって修学旅行の思い出絶対残ってるから、うん、だからその修学旅行生の誘致っていうのも結構営業やってましたよと
なるほどね、うん、そこに入れてもらうというね、だから旅行者の人とか先生がお願いして、うん、はい、あの子たちだからかわいそうなんかね、だいたい8時とかで帰りはるんですよね、途中で帰るんだけど、ね、そうだからできたら最後までおれたらいいのになっていつも思うんですけど ね、 ほんまにもうなんかね、みんなあの固まって座ってるわけですよ、そうですそうです、はい、ワンブロック綺麗に ね、 綺麗にね、そこだけ清楚の黒いな感じになってるんですけども、もうちょっとバラけで座ってもええねんでと思いながらね、そんなことがあります、うん、まあ、だからその野球場にまつわる話をしたらキリがないですけど、お前さんそうめっちゃあるでしょうね、そう考えたら ね、 あるあるね、そういうのもあるから楽しいよ、うん、ですよね、なんかいろいろ来たいですね、そんなもっと、うん、まあね、うん、まあ、オフね、なんか野球の話してなあかんのでね、うん、うん、あ、そうか、あんま喋りすぎてもね、いや、まあまあ、まあ、いいんですよ、そんな同じ話してもいいですけど、あ、はい、あの、まあ、そういう話がね、たくさんあるということなんでね、うん、だから少年がやな、はい、球場のそばに住みたい、住みたかったんですよ、うん、でもそういう風に思ってもらえるっていうことは僕らとしては成功なんよ、大成功子供にな、ですよ、ね、子供に球場の近くに住みたい、うん、あの球場のなんかあの花火を家で見たいとか、ね、見たかったね、そういうのは僕らの思うツボやなるほどね、だからそういった意味ではあのまた話戻りますが、はい、今日の漫才のネタでね、うん、やってくださった方々で、はい、やっぱり子供の頃、うん、グリーンスタジアムに来てくれていた子供たちは、うん、我々の思うツボやったんです、思うツボやったですね、はい、それが芸人さんになって、なるほど、ね、そこでやってくれたわけですね、それもすごい話ですね、はい、その芸人さんになられて今度は野球場で漫才するってね、そういうことです、その人たちが面白いね、すごい話ですわ、はい、というわけで、はい、今回もまたじゃあ来週ということでね、ですね、はい、あの僕は明日から東京行ってきますんで、メジャーリーグの実況ですね、そうなんです、でももう東京も怖いんで、うん、まあ、大阪も一緒ですけど、うん、まあ、とにかくマスクをしっかりして、そうです、ね、もう余計なところで出歩かずに、はい、もう局とホテルの往復だけということで、うん、またあの部屋食ですわ、またね、どうぞご安全に、そうそう、あのね、はいはいはい、まあ、これもういつ流れるか分からへんねんけど、はいはいはい、もう時系列ぐちゃぐちゃになりますが、はい、水曜日はね、はい、この西村則文さんと一緒にちょっと仕事してます、前監督ですか、前監督です、え、解説されるんですか、そうそうそう、 J スポーツさんですか、あーめっちゃいい、それって水曜日のね、はい、予定で言うと、はい、オリオールズ対、エンジです、え、何時ぐらいのゲームか分かります、分かれへん、何時やろう、普通のまあでもオリオールズ西東、確かオリオールズカムデヤーズのゲームだったんで、はい、東地区だから8時とかじゃない、あ、見れますね、じゃ あ、 あの夜中の2時とかじゃなかったら朝の8時、ああじゃあちょっと見ようかな、ぜひ見てください、西村さんね、ほんとなんか お会いしたいなって気がするんですけど、はい、あの一緒に写真撮ってまたツイッターにあげようかなと思ってますお元気やって嬉しいです、はい、というわけで、はい、王子公園到着でございます。はい、ありがとうございます。またじゃあ来週ね、はい、ひょっとしたらまたリモートバージョンで電話するかもしれません。あ、ぜひぜひお待ちしております。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。